田舎の畑をぼーっと見ているあなた、人がいるなぁと思ってよく見たらカカシだったなんて経験を持つ方も多いかもしれません。カカシだったら良いのですが、それが白くてくねくねと動いているものだったら注意が必要です。それはなぜか、いえそれは聞かない方がいいでしょう。だってそれが何かをあなたが理解してしまったらとんでもないことになってしまうから。それでも聞きますか。どうも皆さんこんばんは、僕の味噌知る世界の僕です。すっかり秋めいてきましたが、いかがお過ごしですか。秋といえば僕は田舎の田園風景を思い出すんですけど、田園風景って緑が一色で広がっていて綺麗ですよね。もしそんなところに急にふとおかしなものがあったらどうでしょう。さて以前2チャンネルの怖い話キサラギ駅を紹介しましたが、今回は2チャンネルの怖い話くねくねのお話をしたいと思います。怖い話と聞いてなんかやだな、怖いな、やだな、怖いな、怖いなと思ったあなたは一旦最強盛り上がりソング、最強盛り上がりソングなんだろう、なんだろうな、あの私のお墓の前で泣かないでくださいっていう、あのそれ聞いてください。気持ちを盛り上げてから聞いてください。はい。くねくねとは2003年に2チャンネルオカルト版のシャレにならないくらい怖い話を集めてみないに投稿された怪談話。フィクションであることが明記されていたにもかかわらず、都市伝説としてくねくねの存在がまことしやかにささやかれるようになりました。まして掲示板には次々とくねくねの目撃談や体験談が投稿されるようになりました。くねくねとは怪異であり、夏に田舎の田畑や水辺に出現するくねくねと動くまたは踊る、体の色は白であることが多い、目撃しただけでは害はないが、それが何かを理解すると精神に異常をきたすなどの特徴があります。くねくねの目撃談は数多く報告されています。その1、田舎に遊びに行った A 君の話。投稿者が弟から聞いた A 君の話。 A 君とその兄が田舎に遊びに行った時、窓の外に真っ白な服を着た人間が立っていて、しばらくするとそれは突如くねくねと動き出した。お兄さんはそれが何か分かった様子だったが、A 君が「お兄ちゃんあれは何か?」と聞いても教えてくれず、 A 君が「分かったら教えて」と言うと、兄は「分かった、でも分からない方がいい」とそれの正体を教えてくれない。 A 君は時が経ってもそれが分からないままだという。この話を聞いた投稿者は A 君の兄にもう一度聞いてみたらそれが何か教えてくれるかもよと提案した。弟は後悔した。A 君のお兄さん、今精神的におかしくなっちゃってるんだよ。目撃談その2、社会科見学の見学中、投稿者が小学生の社会科見学に行った時の話。投稿者と同じ班だった子が見学中にと声を上げて急に泡を吹いて倒れてしまう。バスで休憩することになり、班長であった投稿者が調子を尋ねると、変な人影見ちゃって、白い人影踊ってそんなのいたか、どんなやつだったんだよって問い詰めたら、知らない方がいいこともあるよ一度見ちゃうと何度も来ると言ってまた泡を吹いて気絶をしてしまった。このようにくねくねの目撃情報は多く寄せられている。くねくねが何かを理解するとおかしくなってしまうようだ。くねくねの怖い話、これは僕が小さい頃、田舎の祖母の実家に帰省した時の話。年に一度のお盆にしか訪れることのない祖母の家に着いた僕は、早速大はしゃぎで兄と外に遊びに行った。都会と違って空気が美味しい。けど暑い。ただでさえ暑いのに、なんでこんな暖かい風が吹いてくるんだ、などと僕は考えている。ふと兄を見る。そういえば、さっきから兄は遠くの何かを見つめている。兄さん何見てるの。あれ見ろよ、あのカカシがどうかしたの。いや、その向こうだよ。僕も気になり、田んぼのずっと向こうをじーっと見た。すると確かに見える。なんだあれは。遠くからだからよくわからないが、人ぐらいの大きさの白い物体がくねくねと動いている。しかも周りには田んぼがあるだけ、近くに人がいるわけでもない。僕は一瞬奇妙に感じたが、ひとまずこう解釈した。あれ新種のカカシじゃない?きっと。今まで動くカカシなんかなかったから、農家の人か誰かが考えたんだ。多分さっきから吹いてる風で動いてるんだよ。確かにそうかもな。兄は僕の解釈に納得したような表情を浮かべた。けどその表情は一瞬で消えた。風が
ピタリと止まった。しかし、白い物体は相変わらずくねくねと動いている。おい、まだ動いてるぞ。あれは一体何なんだ？カカシじゃなさそうだね。俺がちょっと見てみるから、お前は少し待ってろよ。と言い、持っていた双眼鏡を張り切って覗く兄。すると、急に兄の顔に変化が生じた。みるみる真っ青になっていき、冷や汗をだらだらと流し始めた。そしてついには、持っている双眼鏡を落とした。僕は、兄の変貌ぶりを恐れながらも、兄に聞いてみた。何が見えたの？わからない方がいい。今まで聞いていた兄さんの声ではない。兄さん、どこ行くの？兄は、そのままふらふらと家に帰っていった。兄はなんで、あんな真っ青な表情をしていたんだろう。兄は双眼鏡で何を見たのだろう。あの白い物体を見たい。落ちている双眼鏡を取ろうとしたが、兄の言葉を聞いたせいか、見る勇気がない。しかし気になる。遠くから見たら、ただ白い物体が奇妙にくねくねと動いているだけだ。奇妙ではある。けど恐怖感は湧かない。よし、見るしかない。どんなものが兄に恐怖を与えたのか、自分の目で確かめてやる。僕は落ちてる双眼鏡を取って覗こうとした。その時、祖父がすごく焦った様子でこっちに走ってきた。見ちゃいかん！そんなに慌ててどうしたの？あの白い物体を見てはならん。見たのか？お前その双眼鏡で見たのか？まだ何も見てないけど。よかった。本当によかった。と言い、安心した様子でその場に泣き崩れた。僕は訳もわからず、おじいちゃんに連れられて家に帰ってきた。家では家族のみんなが泣いていた。なんで泣いているんだろう。よく見ると兄が狂ったように笑いながら、まるであの白い物体のようにくねくねと乱舞している。どうしちゃったの？僕はその兄の姿にあの白い物体よりもすごい恐怖感を覚えた。兄さん、なんとか言ってよ。兄はおかしくなってしまった。けど、いつまでもここにいるわけにはいかず、家に帰ることになった。家に帰る日、おばあちゃんは言った。この子はここに置いといた方が暮らしやすいだろう。うちに置いといて、何年か経ってから、田んぼに放してやるのが一番だろう。田んぼに放すってどういうこと？仕方ないんじゃ。兄さん、帰ろ。ね。田んぼに放されるなんておかしいよね。僕は兄の姿を見て大声で泣き叫んだ。以前の兄はもういないんだ。なんでこんなことに。ついこの前まで仲良く遊んでいたのに。なんで。僕は涙を拭って車に乗り、実家を後にした。祖父たちが手を振っている。変わり果てた兄が一瞬僕に手を振ったように見えた。遠ざかってゆく中、双眼鏡で兄の表情を見た。兄は確かに泣いていた。しかし表情は笑っていた。それは今まで兄が一度も見せなかったような最初で最後の悲しい笑顔だった。すぐ曲がり角を曲がり、兄の姿は見えなくなった。けど、僕は涙を流しながら、ずっと双眼鏡を覗き続けた。いつか元に戻るよな。僕は、兄の元の姿に思いを馳せて、緑が一面を広がる田んぼを見晴らした。昔の兄さんの姿を探すように、僕は双眼鏡を覗き込んだ。あそこに兄さんはいたんだ。あそこに兄さんは。その時だった。
見てはいけないと分かっているものを間近で見てしまったのだ。いやー、というわけでね、くねくねです。怖いですね。いや、なんかね、僕も地元がね、広島県尾道市なんですけど、秋のね、田園風景っていうんですか、稲がね、こうサササササってね、風に揺れてるような様子をね、子供心にたくさん見た記憶があります。まあでもね、僕はこう見たことないんですけど、田んぼの中にね、ブルーギルっていう在来種が飛んでたっていうのはね、なんか見たことありますね。あとね、子供の頃から思ってたんですけど、カカシ、カカシの感じすごい怖いなと思ってましたね。まあくねくねっぽいものがあったらしっかり見ないようにした方が良さそうですね。ちょっと待ってください。スタジオに白くて長いものがありますよ。まさかね。いや、見ないようにしよう。見てはいけないのにどうしても見たくなってしまうよって方はね、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。メンバーシップ登録は概要欄のリンクからできますので、ぜひお願いします。いや、すごい、さっきからずっといるんですよ、白いやつが。これは来週動画撮れないかもしれない。